はい。バルスギターのジャンです。どうも、ちょっとでかい声出してみましたけど、今日は前回エフェクターを自作ね、一から作ってみようという動画のね、最中にケースを鉄で作ってみようっていう話が出てたんで、できました。おできましたね。はい、はい、なので中身をね、同じエフェクター入れてます。これね、相当な見た目っすよね。はい、左側がこっち、前回のこれが元々作ったやつ、はい、真鍮のケースですね。はい、はい、で歪みエフェクターですね。はい、入ってます。でこっちがスチール、はい、鉄です。あ、これもうあれですね、シャレオツなピクトがついてますね。なんかついてますね。はい、でも素材、ケースの素材は鉄です。鉄ですね、こちら、はい、重いっす。はい、どっちも昨今のエフェクターではありえないぐらい重たいっすね。持ち運びに優しくない。確かに、うん、そして中がこのような感じで、はい、汚いですね、手作りで。あ、でも同じなんですね。同じ基板が入ってます。はい。はい。で、配線材も基本的には同じものを使用しております。はい。はい。で、ケースが違うことによって、うん、どこまで音が変わるのかという検証です。はい。はい、準備できました。はい。今日は、メインのレスポールから、これですね、新しく作った。両方ね、スルーバイパスなんで、そのまんま直結で繋いじゃってます。スルーバイパスって何ですか？機械的に、このスイッチで、電子回路のところを通らないようにも、バイパス回路、設置されてるやつですね。はい。じゃあ影響がないってことですね、音にね。はい。で、そこから、今日はマーシャルっすね。はい。マーシャルに行くと。マーシャルの方が相性が良さそうなんで、はい。繋いでます。これ、見ていただけると分かると思う。つまみがね、はい。一緒ですね。とりあえず12時。全部12時ですね。はい。いいエフェクターはね、12時でいい音がするっていうね。お、そんな。まあ、俗説。俗説があるんですか？まあ、でもよくチューニングされてるやつは大体そう、全部センターにしただけでも使える音が出るんですよ。じゃあこれはよくチューニングされたエフェクターなんですか？だといいなということでやってます。はい、はい、実際こっちは良かったんで。なるほど。はい、そうね、実際使うときはね、微調整はしますけど、はい、レベルとか、ね、うん、はい、言うて爆音になったんでこのエフェクター。はいはい、そうですね、はい、今実際これ使ってるんですもんね。使ってます。はい、はい、俺の足元に入ってます。ガッチリ使ってますね。ギターソロとかで踏んでますね。はい、この鉄の方どうしますか？よかったら。鉄の方よかったらね、どうしましょうかね。俺2台あってもしょうがないんで。同じ。カジさんですかね。もう使いたい。カジさんの足元に入るかもしれないですね。そうですね、はい。はい。というわけで、ちょっと実際にね、比較をしてみたいと思います。はい、じゃあ、まずは素の音を聞いてもらえますかね。はい。じゃあ、素の音弾いてもらいましょう。はい、もう今言えっかね、お前。え？今めんどくさいなとか言ったら、お前、今。流れに行きたいじゃん。お前、この野郎。はい、今、その音ですね。はい。ちょっとクランチにしてます。はい、ファズ系のエフェクターはね、アンプをちょっとクランチにさせた方がノリがいいんですよね。おー、そうなんですね。はい。変にエッジが立ったら、ドンシャリになりすぎない。あー、なるほど。アンプのキャラと混ざって、こう、いい格好となる。はい。なので、クランチにします。はい、というわけで、次は、何からじゃあ行きますか？前作った真鍮。あ、じゃあこれは、うん、これを基準に、そうですね、そう、まずこいつから、はい、うん、行ってみたいと思います。こいつの音をちょっとね、はい、はい、する感じで、はい、じゃあ聞いていただきましょう。じゃあガツッと弾いちゃって、はい、よろしく。太い音しましたな。これいいね。はい。
や、やっぱりいいエフェクターは12時でいい音がする。ああ、確かに。12時でしたね。12時、はい。というわけで、同じセッティングのまま、今度は鉄製の。鉄の。はい。新しい。こいつですね。鉄製のケース。で、今の音に対して、はい。どうなるか。どういう変化がもたらされるのかってところですね、はい、こいつ。気持ち何かが違うかもしれないぐらいだね。はい、そうですね。予想は。はい。はい。じゃあ実際その鉄の方。はい、行ってみたいと思います。アイアンを弾いていただきましょう。全然違ったな。あら、すごいね。うん、なんかこれ音ちゃんと取れてるとは思うんですけど、うん、体感が全然違うな。違う、ローがすごい、うん、あとこっちの方がなんかファズっぽい。そうだね、ケバケバしたところがすごい荒くて、ね、いいね。ゴボーっと音してましたね、うん、どっちも捨てがたい。結構キャラ変わりましたね。違う、これ、うん、今鉄でしたね。そう、はい、すごいね。ちょっとセッティング変えてやってみる。セッティングちょっと変えてみますか。そうだね、はい、なのでちょっとえぐくいってみようか。ドライブ全開。お、じゃあドライブ全開に極端にちょっとしてみて、はい、じゃあまた真鍮の方をね。そうだね、鳴らしてみましょう。はい、いっちゃって。いっちゃう。引っ張ったね、最後。いや、なんか、うーん、引っ張りたくなることじゃないですか。ジャンさん、そういうとこあるよね。うん、音によって、その、ね、あるよね。くどくいくよね。いいね、やっぱ、全開にしてもいい音する。ってか、ノイズ少なくないですか、うん、これ。えぐい、うん。うん。素晴らしい。というわけで。これがですね、うん、じゃあ、マックスにしたときね、やっぱ、つまみで結構、キャラ硬いしますからね。ね、じゃあ、次、鉄、うん。鉄。この鉄さんが ね、アイアンさんが。そうなんですよ。どうなるかですね。はい、アイアンファーズ。行ってみたいと思います。はい、お願いします。引っ張りましたね、今、あなた。いや、こっち、いいっすね。いいね。うん。すごくいいファズになりましたね。なんか、いい感じだったな。うん、太いね。ネック向きの音がする気がする。うん、なんか。質感がいい。シングルも合いそうだね。あ、絶対シングルの方がいいかもしれないですね。うん、あ、じゃあちょっとシングル試してみるかい、うん、ここにシングルのギターが1本あるぞい。あるね。はい、シングルの人です。あれ、人も変わっちゃいましたな。はい。はい、せっかくなんでね。シングルといえばこの人。はい。はい。カジタケス登場です。はい。はい、テレキャスターで。はい。テレキャスターでね、うん、ちょっとやってみますね。はい。シングルの方で。じゃあ実際、先ほどと同じようにですね。うん、はい、うん。この2つやります。まあ、今日はじゃあスタートなんでね、また、12時のところで聞き比べてみたいと思います。はい。じゃあ、シングルの人、お願いします。寄せなくていいんすよ、別に。本当？
応さ、こう流れがあるから。ジャンさんっぽくしなくていいんですよ。いいの？だけど、真鍮。今、真鍮でしたね。ああ。やっぱなんか合うね。やっぱ寝具と合うね。すげえいい音してる。ね。なんかすげえいい音だな。上品。はい。じゃあ、それを踏まえて。鉄。鉄。こっちね。はい。行ってみたいと思いますので。じゃあ、やってみたいと思います。もう自分で言い出しちゃったよ。かっこいい音っすね。個人的にはこっちの鉄の方が暴れ具合が気持ちいい、ね、うん、好きかな、うん、いやすごいっすね。やっぱケースで結構変わりますね。変わるね。ブティック系のエフェクターで、うん、真鍮を使ってるのってもしかしてそういうとこなんですかね。なるほどね。ちょっと上品になるというか、バランスがいいというか、上品、すごい上品な、うん、こっちはね。そう、上質で、鉄の方がなんかあの暴れるね、うん、すごいいい意味で暴れる。このバンドにはめっちゃ合う、ね、いやー、やめますやめます、ね、うん、俺らで言うとさ、そのリボルトっていう曲のサビで、うん、この音を使いたいと思った、はいはいはい、いやしっかりイメージが湧くような音ってことですね。そうそう、うん、すごいこれは、はい、すごい、そんなところです。はい、じゃあシングルの人ありがとうございました。はい、ハムの人。はい、ハムの人です。戻りました、はい、別所さん。いやめっちゃいい音したね。そうっすね。やっぱ、しかも結構キャラ違ったね。違う。びっくりした。はい。こんな違うっていうぐらい。これはやっぱ、あれですね、うん、ケースが違って音が変わる。これ、眉唾じゃなかったってことですね。あると思います。お、はい。あると思います。いやー、すごかったっすね。でもね、どっちも甲乙つけがたい音だね。うん。うん。やっぱその求める。そうだね。ところが違いますね、これは。うんうん、だからこの真鍮の方は本当に上品というか、うん、うまくまとまってる感じだし、非常に扱いやすい、うん、でこっちはもう完全にジャジャウマ感がすごい、すごい、ね、暴れ馬ですね、うんうん、曲にもよるしって感じだね。でもレコーディングはこれ多分すごい使えますね。使えるね、うん、すごいわ。ということで、はい、まあ、今回ケースの違いで中身一緒のエフェクターを、ね、音が変わるのかっていう検証を、はい、聴き比べしてみたけど、はい、結果かなり変わりましたね。変わりました。はい、まあ、もちろん基板の誤差とかね、その作り、うん、手で全部ハンドメイドで作ってるから、その辺の誤差っていうのもなくはないと思うんですが、うん、ですが、回路的には同じものが入って、うん、で、配線材も同じものを使って、っていうのをやってるのに、こんだけ出音が変わるということは、やはりケースは影響があるんじゃないかと。うん、そうですね、はい。まあそれはもう体感として知ってしまいましたね、うん。なんかサイズがね、大きいケースと小さいケースで違うっていうのは知ってたんだけど、うん、材質でここまで変わるとはっていうね。うん、まあ、今回ね、ケースサイズほぼ一緒ですからね。一緒です、はい。はい。重量もまあ似たようなもの、うん。ちょっと鉄の方が重たいかなぐらいで。うん、そうでしたね。はい。ありがとうございました。非常に興味深い。内容でしたね。はい。引き続きですね。はい、チャンネル登録でと、ね、はい、あとは高評価の方もお願いいたします。はい、いす、はい、では、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。さようなら。
長いよ。長いよ。なんかすいません。わかるんだから。